じゃあ、さあ今回は、はい、袴田チャンネルです。そうなんすか。さあ今日はですね、はい、この動画です。はい、佐藤さんの誕生日をお祝いしよう。素晴らしい動画じゃないですか。佐藤さん誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。47歳になったということで、はい、そうそうそう、はい、どうですか47歳になって今年の抱負は。別にもう楽しく生きれればいいっていう。でもあれすごくないですか、ここで私が佐藤さんにサプライズでケーキ作ったことあったじゃないですか、うん、ああでサプライズにならなかったやつ、ね、冷蔵庫に入ってたっていう。そうそうそう、あれ44だったんですよ。僕いなかったですねその時。なかったですか。僕いない時です。本当にいなかったの。いないです。僕映像で見てました。セカンドチャンネルの映像。先生ってそんなにじゃあ歴長くないんだね。あれセカンドチャンネルじゃないよ、メインだよな。あ、メインですか。いや、セカンド出しました。でも結構回ったんですよね。でお姉ちゃんの方でも出したっすよね。そうそうそう、私にケーキ作ってるのは私のチャンネル出して。え、先生いなかったんだ。青空くんがいたね。青空くんがずっとやってたっす。あ、そうなんだ、うん、あれからもう3年経ったんですね、うん、あれコロナ前だね。じゃあ19年、ね、19年だ。だってあのソファー座ってケーキ風とか言ってましたからね、普通に、うんうんうん、はい、ということでお祝いしたいと思います。はい、じゃあ僕らもちょっとこうケーキ用意したらいいですもんね。そうだ。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイ。いや、これいや、佐藤さん、いえ、なんなんこれ。何なんですか、これどうしたんですか。これがどうした、これどうしたんですか。ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとうございます。じゃライターどうぞ、ライター、火つけるから、火つけるからライターくれ、はい、ケーキを、うん、まあまあちょっとプレゼントは今ここにないんですよ。いや、そりゃ私たちも佐藤さんをお祝いしたいという気持ちがあるわけですよ。そうなんですよ。俺5月20日誕生日、はいはい、今日、はい、もう22日、はい、もうすごいあったと思うよ時間なんですけど、やっぱりスタッフ今日、まあ、コロッケ君と先生と今私と3人いますけど、うん、やっぱ3人揃ったところで、うん、ちょっと買いに行きたいなと思って。そうだ、うん、ということで、うん、私たち、うん、これからそれぞれ佐藤さんのプレゼント買いに行ってきます。そうだ、はい、じゃあ俺今総チェックは1人1人ここにくださいまあ別に家で1人で撮ってるから店開いてんの、開いてんの。え、だから空いてるところちょっと探して。ドンキとかじゃないよね。わかんない、それはちょっとわかんない。それわかんない。ドンキとかじゃないよね。ドンキとかの、ドンキ禁止ね。え、それわかんない。ドンキ禁止いい、ドンキ禁止。まあまあ、だから1時間がちょっとぐらいで戻ってくるんで、うんうん、だから私たちの誰からのプレゼントかっていうのを佐藤さん当ててください。おー、いいよ。で、うん、当たったらもらえる。うん、俺知ってる。はい、俺な、うん、焼肉とかお寿司とかは美味しいは分かんねんけど、ちょ、味はよく分かれへんねんな、バカチナだからでも俺はやっぱ感性っていうのは最強や、はい、俺はもう何でも上の味を楽しめる幸せな舌を持ってんだけど、はい、やっぱ俺感性で生きてきてるやん、はい、プロ野球その何をあ意識してんなっていうとか、はい、あピッチャーちょっとこフォーム調子悪いなとか、感性で鋭いですもんね。世界一にもなってるわけよ、はい、それは当てれるって。え、じゃあ分かりました。じゃあもし当てられなかったら、当てられなかったらとかないから、ドンキ禁止やで。分かるよ。それは空いてる店次第ですよ。いやいや、だからでもドンキってすごいんですよ。ドンキってちょっと一つ言っていい、いろんなものあるんです。一つ言っていい、はい、お前らドンキに行こうとしてるやろドンキホーテでだからすごいんですいやいや、ちょっと待って、なんでもドン、うん、え、一応でもドンキは、ドンキじゃないのでいい、候補ドンキじゃないのでいい、ドンキで買われるっていうのも嫌なんですか。うん、いや、そこだから労力ないやん。いや、でもやっぱ1時間以内に戻ってこないといけないんですよ。そう、制限時間設けるんですよ。別に、いや、銀座とかめっちゃ近いし。いや、そこまで行く？めっちゃ近い。え、でも開くよ、10時オープンだから。もうそんな徒歩何分のドンキにも行こうとしてるよ。で、佐藤さんも総チェック内で買ってくるんですもん。いや、別に大丈夫よ、待っとくよ。本当ですか？うん。え、別に2時間とかかかっちゃってもいいんですか？いい、いい、いい。本当ですか？うん、だから銀座とかめっちゃ近いよ。まあ、まあ、今回は私たちプレゼンツなんでちょっと後で考えます、はい、よし、はい、ということで、はい、買ってこようと思いますので、うん、佐藤さん、一人でちょっと撮ってください。じゃあ、まあ、まあ私たちもちゃんと考えて買いに行くんで、はい、真剣にやります。知ってる、感謝を。変なやつ来たの、うわーあ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 ー、佐藤さんのことを思ってプリントしたのにということで、行ってきます。金額を制限つけないといけないと思うんで、そうだね、はい、
金額はあみだくじで、はい、この金額以上のものを買ってきますよっていう。おいいね、いいね、うん、はい、でゼロから、うん、まあまあちょっと5万円も入れてます。5万円以上、5万円以上のものっていう縛りだろ。そういいの。いや、まあ、こんだけあるんで。じゃあ俺自分でも引こう、1000円いっぱい。あ、1000円とか2000円とか、うん、あと1万円も入ってます。そうなの。俺5万円引くで。1万5万はまあ感性があるんでね。ほっ、あ、来た、はい、じゃあこれにします。はい、じゃあいきますよ、はい、じゃあ自分でやります。はい、でーでーでーでん、そっちですね、うん、お、自分で引いたのがどう出るか。 ここです。おー、どうだ。もし俺が引いてなかったらここだったけどね。あ、そうですね、うん、いや、引いてなかったらこ、あ、ここでも俺が引いてるか。あ、そうか、そうか、ここです。はい、じゃあ開けてみてください。じゃーん、じゃーん、1万円。よーし、よーし、よーし。え、嘘でしょ。1万円よかった、俺引いてなかったら1000円だったわ。さあ、皆さんね、これちゃんと、俺はちゃんと正々堂々とやって、そうっす、ね、あの1万円以上のものを。先生、なんで1万入れたの。いやいや、こんな当たる思わへんじゃないですか。どうします。1万円か。1万円以上っすよ。いや、ちょっとさ、もうドンキでちょっとネタで買おうって思っちゃってたよ。そうなんです。僕だから、ね、ドンキで何か買えんかなってずっと探してたんですけど。ねえ、どうしようかな。あ、ゴルフとかいいけどね。じゃあ各自スタートしていきます、うん、あ、もうそうする。さあ、はい、ということで、あの、一応ドンキ来てみたんだけど、どうしよっか。せっかく1万円払うので、うん、皆さん自腹で1万円以上の気持ちを買いに行きましょうよ、うん、そうだね、はい、まだそこまでしてくれると思ってないと思うんで。そうだね。え、じゃあ本当に佐藤さん喜ぶもの買おう。はい、オッケー、そうしましょう。これでいくの大丈夫。はい、はい、よし、じゃあ制限時間は、あの、1時間。そう、1時間、佐藤さんの総チェックを取り終わるまで、はい、1時間ありますんで、はい、もうタクシーとか乗っていこう。はい、移動手段はもう時間優先で。はい、そうしましょう。では、行ってきます。はい、ということで、アイスラテを飲みながら銀座に移動しようと思います。佐藤さんが1万円を引いてくれたおかげで、ちょっともういいものを買わざるを得なくなりました。ちょっと銀座で探そうと思います。だからね、一息はアイスラテですよね。はい、では行ってきます。プレゼントを買いました。多分佐々木さん、これ僕って分かんないと思うんで、ちょっと結果が楽しみです。今から佐々木さんの元を帰ります。はい、ということで、一人で銀座に来まして買いました。さあ、これで喜んでくれるかな。はい、悪いと思うけどな。普通に私が欲しいから。佐藤さん疲れてるしね。値段もちょうどいい。戻りました。ふぅ、やめた。結構時間かかりました。ほんま、すんません。何時間行くねんと。おわ、いや、佐藤さんのために買ってきたじゃないですかね。もう3時間ぐらい経つね。サミットの関係でよう混んでましてね。そうそう、西田さんもすっごい混んでて。サミット広島だよ。東京だよ。よし、ということで、じゃあそれやりましょう。はい、ということで買ってきました。で、もうテンション上げて、佐藤さん。2時間40分ぐらい留守にしてる。そんなかかったかな。新大阪ついてんねん。2時間40分。いや、だ、佐藤さんがドンキ嫌だって言うから。そうなんです、あの一言なんですよね。そう、あの一言でやっぱドンキやめようってなっちゃったんですよね。でも行ったらしいじゃん、ドンキは。まあ、一瞬行きました。あ、ここは俺のテンション上げれる。いや、これは上がるっすね。これは、あの、私一応みんなが2人が買ってきたプレゼントも、うん、何かってもう見て共有したんですけど、あの、結構これを見てる皆さんもプレゼントの参考になると思う。そう、あげれる。うん、さあ、じゃあ、さあ、でも早速、じゃあ早速、うん、ててじゃあ俺が今じゃあもらって嬉しいもの言うわ。それは違います。あ、まあ、いいか。それをね、それを買ってきてたらすごいじゃん。あ、そうですね。今一番欲しいのは何。俺、はい、あの、ゴルフボール。
めっちゃ嬉しい。ブリヂストンのゴルフボール、2ダース、2ダースだから、1ダース6000円ぐらいだから、俺はもうゴルフボールか、はい、ゴルフシューズか、はい、ゴルフウェアだったら、めっちゃ喜んでた。なんか佐藤さんに合いそうなポロシャツとか買ったらいいかもって。いえいえ、超喜ぶ。ちょっとほら、しかも俺ゴルフ番組してるから、はい、やっぱその新しいやつも欲しい、うん、まあ、着るために、ね、衣装として、うん、いやちょっと私これ一番最初に私ゴルフショップ行くって言って、いやそれよ、今それ最高だったよ。それめっちゃ、でもないんでしょ、うん、はあ、しかもそしたら袴さんがやってるゴルフ番組にもし呼ばれた時俺それ着て行った。あ、確かに、これ袴田さんに誕生日プレゼントでもらったやつなんですよ。確かに、それ買えばよかったって。もう今私がテンション下がってきましたよ。でも買ってないでしょ。買ってない。いや、まあまあ、ここから皆さん、あのゴルフ好きな方にはゴルフのグッズあげるっていうのはいいと思いますけど、それ以外で私たち選んできたんで、じゃあまず1つ目、はい、お願いします。1つ目、こちらになります。どうぞ。あ、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。これは嬉しい。これは多分佐藤さんもらったことないと思うから、そうな、嬉しいと思います。これニコラスケイジだったら知ってるニコライバーグマン、私大好き。そうなの、はい、お花です。おめっちゃこれかわいい。あのプリザーブドなんで、うん、彼のやつ、ね、彼のやつです。これあれでしょ、そう、あのビッグカメラの前のエストネーションに売ってるやつでしょ、有楽町の。あ、売ってそうかもしれない、そうかもしれない、うん、これね、うん、そう、そう、これ、うん、はい、1つ目ね、うん、1つ目じゃあこの同胞にね、はい、これ、私も結構家にこれ、いやこれ本当に家に1個あるだけで、こうやってこう、はい、うわ、いいね、置きます、ね、はい、長くお楽しみいただけますって。そうです、はい、うん、続いていいですか。うん、続いて、はい、続いて、じゃあちょっと小さめの方いきましょう、うん、じゃあ2つ目こちらになります。じゃじゃーん、はい、これなんですか。はい、これジョー、ジョーマローンです。ジョーマローンですよ。ジョーマローン、ジョーマローン、何話のジョーだったら知ってる。ジョーマローン知らないんですか。知らん。ジョーマローン知らないんですか。知ってるの。知ってます。有名な。有名です。いやいや、こんな知ってるのお前。ジョーマローン、そうそう、めっちゃいい匂いする。いいでしょ。何でいいっすか。これ何。これハンドソープとボディウォッシュ、どっちでもいいやつです。でこれめっちゃいい香りですよ多分。これあれやな、なんかあの高級リゾートの風呂とかにあるやつやな、匂いする。あ、そうそう、そういう感じのやつで、こっちがバスオイルです。どういうの。あの入浴剤です。あ、そうなの。でもめっちゃいい香りです。え、でもこれはなぜ男性のプレゼントにいいかっていうと、奥さんも喜ぶからなんです。そうなんですよ。奥さんがいる方にすごくいいと思うんですよ、これ、うんうん、じゃあ大丈夫ですか。はい、ですか。じゃあ3つ目、3つ目でかいな。よっしゃ、でかいな。どうぞ。これめっちゃ重いんすよ。めちゃめちゃ重いです、これ。でかい、でかいね、これ。あ、これはセット、セット。セットなんですよ。セットで、これと、これ最後に開けてください。はい。でかい。ほら、クッション?どえらいでかいよ、これ。どうやって持って帰ってきた?車で。気合が違うんですよ。え?さ、時間かかるでしょ。佐藤さん、でもこれ、誰からのプレゼントか当てないと持って帰れないですからね。これある。じゃじゃーん。ビーズクッション的な?ダメにするクッションです。ああ、あるよ家に。本当ですか。これなんか体にすごいフィットするんですよ。そうなんです、うん、知ってるよ、家にあるし。あ、本当ですか。でヨギボーとちょっと迷ったんですけど、ヨギボーなんかプレミアムの方しか現品がなくて、これ何。これドンキホーテに売ってるやつ。ドンキホーテに売ってるやつですか。ドンキホーテ売ってる、ちょっと18禁なんですけど。ああ、そうなんだ。これちょっと映せるかな。それは大丈夫ですよ、66、はい、もう俺分かってる、誰がどれか。本当ですか。うん、え、もう赤松の顔全部埋もれてます。もう俺分かってるかな、うん、本当ですか、うん、じゃあ当てたら持って帰れます、うん、さあ、じゃあ、え、じゃあ、え、はい、当たった人のだけ持って帰れるの。はい、当たったら持って帰れるっていうルールに一応してます。あ、そう、はい、じゃあ3分の1でもその1個は持って帰れると。はい、これコロッケくんで袴田さんで先生。あー、なるほど。コロッケくんで袴田さんで先生。あ、理由は、理由は、理由、はい、いやこれ知らんやろなって。そもそも
これ。ジョン・マローンですか。知らんやろだってそもそもね、そもそも知らないわけ。はい。で、はい、これはそんなボキャブラリーあるとは思えないんで俺は。はい。ね、はい、ボキャブラリーあると思う。で、一番無難じゃん。もう。はい。無難ですか。一番無難。考えなくてもいい。はい、ただ店が開くの待つだけ。そうですか。で、日本放送の近くに売ってます。売ってますね。はい、だからもうあそこのもう通り通っていったら駅から、はい、有楽町の駅から通っていくともう 100% 目につくの。うん、あ、誰でも知ってるやん。もう名前は知らないよ、はい、名前は知らないけども存在は、まあ、誰でも、はい、知ってるわけよ、はい、まあ、あの一番プレゼントに適した、はい、誰も、はい、得ても思わない、はい、もらっても困らない、はい、枯れない、はい、で自分で買ってまでは置かない、はい、最高のものなんだけども、うん、誰でも考えつくんだよこういうのはね、はい、だからもうこれはコロッケ、はい、でこんなこれはもう知ってるわけないじゃん。そうですか、うん、これはもうセンスいるから、はい、これを選んでくるってことはまず知ってなきゃいけないね、うん、そうですね、はい、まずこれはもう普通だと、うん、あの俺らの認識だともうあのサボーンとかに行っちゃうわけよ。サボーンね、はい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 、に行っちゃう、うん、それでももうめっちゃ喜ばれると思うよ、うん、でもサボーンまでなのよ、はい、知識はジョー・マローンは知らないと、うん、それなんよっぽど好きじゃないと知ってるわけないのよ、うん、はい、もう、うん、大阪の匂いするやん。もう大阪の匂いします。うん、でこれでいっかみたいな勢いと、はい、うん、でこれつけとくかみたいな、はい、うん、勢い感じ勢い感じで、うん、大きさでとにかく物言わそうと、うん、そうじゃあ正解発表をしますか。うん、そうだね。じゃあでも一つだけ懸念があるんだよ。はい、俺はもうこの商品だけ選んでそう思ったけども、はい、若干これの商品説明するときに袴田さんが自分の色出しすぎてるから俺はこれ袴田さんちゃうかってちょっと思ってるんだよ。ああ、なるほどなるほど、うん、でもあのもし袴田さんこれしてたら、うん、あのもう終わってるなと思って。なんでですか。え、なんでですか。いや、これを買ったのにもかかわらず、はい、あの帰ってくるのが遅すぎるっていう。え、そうですか。うん、さあ、じゃあ正解発表いきますか。はい、行きましょう。正解発表いきましょうか。うん、さあ、では、じゃあまずこれいこうよ、これ。それ、うん、え、でもこれが一番自信あります。一番の自信はどれです。ん、自信、うん、高田さん。え、じゃあ、いくつ当たってるか言いますね。うん、1個です。お、じゃあ持って帰れるじゃん、1個。1個持って帰れます。じゃあ俺これだな。持って帰れんの、多分これだ、持って帰れんので、これが袴田さんでこれが先生ってことになるかもしれないけど、これは持ってかれるわ、はい、じゃあ当たってるのを買ったのは誰でしょうか。でもそしたらもう分かるじゃん。あ、そう、もう分かりますね。うん、じゃあ一気に行きましょうか。一気に行きましょう。じゃあ勝ったもの、せーのって言います。じゃあ俺真ん中でいるからさ、はい、後ろに立ってよ。そうですね、この勝ったところの、はい、これ取ってるよね。はいはいはい、では、はい、正解発表です。はい。私たちが買ったのは、はい、これです。じゃーん。じゃーん。ほら。当たってたよ。おめでとうございます。若干な言葉のあれで。そう、私ヨギボー行ったのになかったとか言っちゃったんですよ。そうそうそう。ヨギボーとちょっと迷ったんですけど、うん、ヨギボーなんかプレミアムのコースか現品がなくて、うん、俺もあ、まずいと思って、うん、そう、だからこれかなって一生思ったけど、はい、あ、なんか浅そうやから、はい、いやでもじゃあ赤間さんも18金持って帰っていいよ。え、これ違ういや、ちょっとあの最初にやっぱドンキ見て、うん、いや、まあ、これぐらいだったらちょっと面白いかなと思って、うん、これ1000円だったんですよ、うん、ちょっと買っとこうと思って。そう、一応ね、そうそうそう、中身わからないこれ、これの考察よくなかった。はい、場所も合ってるんですか。合ってるね。エストネーションでしょ、有楽町のエストネーションで買ったでしょ。合ってます。ほらすごい、マジで当たってる。すごい。でも、うん、これは先生なんですよ。そうなの、知ってた。大人気じゃないですか、これ大人気なんですよ、うん、そうなの。で、やっぱりね、自分ではあ、なかなか変わらへんから、うん、もらっても嬉しいから、うん、あと奥さんとかからすごいこれ喜ばしい、あと子供、お子さんもおってやから、うん、一緒にお風呂入れるし、うん、って思って。そう、私何気にここの買ったこと一回もなくて、名前だけは知ってたんですけど、そうどこにあるかとかも知らなくて、はい、で先生が普段めっちゃこれお世話になった方とかにあげたりとか、そうなんです、まあ、使うらしい。センスあんの。
まあね、うん、そうこう見えて豆らしいんですよ。へえ。で私は、うん、あの今度引っ越しするんで、うん、あの欲しいなと思ってたやつ、うんうんうん、じゃあ持って帰っていいで。え、本当ですか、うん、いいんですか、うん、やった外れたから。外れた、やった。だから俺当たったらこれだけ持って帰る。でこれ僕あるんですか。うん、持って帰っていいで。家でシャワーだしか浴びるんだよ。私がもらってもいいって、うんうん、だからこれ、まあ、これだけ当たったからね。はい、うん、ということで、じゃあ、はい、おめでとうございます。はい、でもさ、もう最初に言った私のゴルフショップが一番良かったじゃん。あれはいいんすよ、うん、まあ、まだ父の日でも。もういいじゃん、来年はさ、もうみんなゴルフ靴あげよう。うまいね、コテコテの、うん、そうしよう。だってビッグカメラの地下行ったらゴルフめっちゃ売ってんで。あ、そうなんですか。うんうん、でもすぐね、そこにもゴルフショップあって、そこも私が11時か12時からだった、うん、あ、そこでしょ、うん、はい、うん、じゃあこれ、はい、ということで、あの家に飾ってください。はい、持って帰ります。コンパクトなんで、はい、で皆さんもあのプレゼントの参考にしてください。はい、あ、これ、うん、無印、うん、無印の人をダメにするクッションです。はい、うちにあるのも無印。そうだ、やっぱりね、みんな考えるで一緒だ、ね、一緒でしたね。一緒ですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、何が入ってる？中身とか全然私も知らないで買ったんで。いや待って、これ映さなくていいですって。これです。何ですか？おお、セクシートランプ。セクシートランプと、はい、セクシーピンク。セクシーピンクと、これピッチコムですよね。はい、そうですね。あとゼリー。あ、ああ、ハンドクリームかなんかですか、これ。あと DVD です。DVD、 あのこれ佐藤さんゲットできないやつだったんですけど、うん、だから袴さん持って帰っていいよ。いやいや、袴さんで持って帰れる DVD。 あの先生あげる。いいですか、うん、先生、あのお世話になります。年頃の男性にあげます。じゃあげます、これ。年頃の男性にあげます。年頃の男性にどうぞ。豊さんにあげます。